はい、どうも、ゲンデです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、まあ、ちょっと今ね、ちょっと生配信をしてたんですけども、ちょっとまあ、明らかにちょっとね、いろいろ聞かれたので、えーと、まあ、今回ね。 かなりいいメダルが、えー、もらえますよというところで、まあ、こちらのイベントメダルで、えー、なんと体力が24%増加する継承メダルがなんとゲットできると。はい。まあ、こちらをね、まあ24%なんでね、もう皆さんもこの1枚しかないから、 もう何に使っていいのかっていうコメントをね、まあいただいたんですけども、えー、もう正直な話、何でもいいと思います。もう自分が使いたいメダルに使うのが、まあ一番いいと思います。まあただね、こっちか、えー、こっからはですね、まあ個人的な見解と、あとは俺はこうしていくっていうのをね、まあ皆さんに話していきたいと思います。はい。で、一応まあね、今体力ってなってくると、まあ体力依存のキャラクター、うん、えー、特に今で言えばフィ こちらですね、まあ、こちらを、まあ、この中身をね体力上げてこいつのね須きのシールドを、まあ、上げていくとうんこれの耐久を上げていくっていうためにます、あ。 えー、24番メダル使うの全然ありですよね。うん。で、あ、えと、ー、で言えば、まあ、エース・マルコですね。まあ、こちらも、まあ、体力依存、えー。このマルコのシールドがですね、体力依存とかになってくるから、えー、これでも全然いいかなというふうに思います。うん。で、まあとシールド系で言えば、ペロペロもね。 え、そうですね。ペロースペローも、えー、そうですし、はい。まあ、あとはですね、こういう風に、あの、カイド、例えば、ま、カイドをですね、まあ、この俺、カチカチメダルに、は、そうしてるんですけども、えっと、こちらですね。 で、えー、これ、体力、まあ、1241という形でね、多少ちょっと振ってるんですね、まあ、これ、余った分振ってるみたいな感じなんですけども、うん、まあ、こういう風に、えー、するのも全然ありかなという風に思います、まあ、ただなんですけども、個人的には、えー、とどうしていくのかというところになってくると思うんですけども、俺は使わないです。 はい。でもなんでって言ったら、こっからちょっとね、まあちょっと理屈っぽくはなってくるとは思うんですけども、えっ、ー、と、まあこちらね、えっ、ー、と、あ、ここかなはい。まあこの上限って基本あるんですよね。体力。えー、体力の増加最大70%。まあ一応これね、上から2番目にあると思うんですけど、70%まで体力。えーと、この中身で触れますよということなので、はい。えー、まあなんでこれで言うとですね、えーと、体力が、 18%この下のやつですねえー体力18%しか振ってないんですけどもこれを70%まで振れますよっていうのがまあ上限になってくるんですけどもまあこれは攻撃も防御も一緒ですはいってなったら結局18%メダルを例えば4枚使ったら72%なわけですよはいでえー4箇所使うとまあこの 18%18%18% 18 18ここ3つ使ってますよねこのメダルでこの3つ使っててプラスあとここ1枠を 使って、えーまあ、4つの枠を、えー、使うことになります。はい。18%メダルだったらね。で、14%メダルだったら、えー、5個。うん。まあ14、14%かける5で、えー、70%なので、まあ、この、えー、メダルのね、えー、箇所を、まあ、5箇所ね、えー、使うことになるんですけども、まあ18、18%だったら1つ減って4箇所で済むと。で、24%だったら、全部24%だったら3箇所で済むんですよね。 はい。まあ、なので、えっ、ー、と、まあ、ここのね、えー、3箇所だけで、ええー、と70、70%をいくことができると。24%だ,だけだったらね。ただ、ま、今、1枚しかないので、うん、結局、まあ18、18%、14%、えー、他に体力ね、70%まで持っていこうとしたら、結局4箇所使うんですよ。はい。体力、えー24、24%、18%、18%、18%って。うん、結局使ってしまうんで、意味ないんですよね。 はいまあ、ただ24パー振って18パーメダルを2枚、えー、2枚でしたらまあ36パーの24パーなんでまあ60パ、まえーまで振ることができるただその若フィとかみたいにえー体力依存のキャラクターやったら絶対 絶対的に70%まで振りたいんですね。えー、プラス、えー、さらにあの体力増加っていうやつをつけてもいきたいぐらいなので、うん、なので、今逆に 24%1 万あるからって、じゃあ使おうっていうふうになると、結構無駄だと思います。はい、無駄ではないんですけども、うん、そもったいないかなっていうふうに個人的には思ってしまいます。はい、まあ、なので、えー、と、まあこういうふうにね、体力ちょっと振る。 1241、うん、で,、まあ12でまあ、これ今このメダルだったら、まあ、体力18%振ってるんですけどもじゃあこういう風に1箇所だけ、うん、このメダルの中身を、えー、このディフェンダーの1箇所だけ体力24%使おうってなるんだったらもっと と無駄なので、はい、絶対にやめた方がいいですね。うん。なので、結論から言うと、俺は3枚、仮に、これ、今後、ちょっと、あのー、ね、えっ、ー、と、もらえるかわかんないんですけども、3枚できた時に使う方のがメリットはでかいです。はい。まあ、なので、俺的には貯めといた方がいいかな、というふうには思うので、まあ、ぜひともそうしてもらえたらな、と、えー、個人的には思います。はい。まあ、てな感じですね。 で、えーと、まあ、今回のね、一応、まあ、メダル、新しく、えーと、まあ、サンジ、そして、まあ、ウソップ、えー、こちら来たんですけども、まあ、多分使うことないかなっていうふうには個人的には思います。まあ、この、えー、フィルムゴールドがまずね、えー、こんだけしかいない。で、全員タグ弱いんですよね。はい。まあ、なので、使うことないかなーっていう感じ。今のところはなんですけどもね。うーん。で、まあ、フィルムゴールドで、麦わらの一味と。で、 まあ、こういうのは、もう正直なんかあの、手ゾ路ロのためになんか出てきたような、なんかメダルなんですよ。お宝、あとは、えっと、死竜。うん、お宝出し中の敵に攻撃した時なんで、まあ基本はおでんとかに握られてるから頑張って剥がそうとするための動きするんで、殴り続けるっていうことはあんまりないんですけども、うーん、まあまあ、その、この固有特性の発動するタイミングが、まあその手ゾ路ロとか、うーん、で、あとはまあ死竜ですね。うーん、 っていう感じなかな。まあ、どっちにしろね、タグが少ないんで、で、あとフィルムゴールド合わせにくいっていうのがあるんで、まあ、今のところ使わないかな。うーん、っていう感じです。まあ、なんでミッション達成するためだけに、えー、今回この3時、そして、あの、この嘘っぱ、えーと、やったらいいと思います。 はい。ま、あてことでですね。まあ、一応、あの24、24%気になる方がいたんで、まあ、個人的な喧嘩になってくるんですけども、うん。ええー、と、ま、ぜひともね、皆さん使いたいのであれば、全然使ってもらっていいと思います。はい。てことで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。じゃあねー。